よ。おはよう。今日は久しぶりのデート行くぞ。行くぞ。超久しぶりじゃないマジで、うん、12月はトモヤが親知らずで倒れてる。そうだね、今日はね、うん、初めてのカフェ巡りっていうのをしてみたいと思います。コーヒー飲めるようになったり。そうじゃあ行きまーす。じゃあ表参道着きました。この間さ、美容院の帰りに、なんかご飯探して、この辺歩いて、超行列のとこ見つけたの。あ、そうなんだ。だからそこ見に行こう。何、カフェ？わかんないのに見に行く。パン屋さんかな。ゲーム屋さんとかかもしれないけど。新作ゲームの発売かもしれないよ。一人じゃ入れなくて。ピクカーの日何食べたんだっけ。ガストじゃないの、ガスト。だから迷った上に一人でガスト行くじゃんよ。行く。ガスト最高。結構ガスト出してる。知ってるよ。これじゃないの。これもなんか並んでた。けどこれじゃなくて。あ、これじゃん。行きたかったとこ。マジ。テイクアウトしちゃうよ。あ、先に？うん。ありだね。ここで一個食べちゃう。もう腹ペコだし。あ、いいよ、じゃあ、なんか買ってきて、好き、美味しいもん。お、何買ってきた？チョコとコーヒーのパウンドケーキ。ええー、美味しそう。でしょ？うん。いいかなと思って。うん、いいじゃん。うちらまださ、カフェ巡りってどんな気持ちですればいいんだろうって思ってるけど、来ちゃったよね。来ちゃった。何？カフェを、一番の目的として、で、一日過ごすの？まあ、やってみよう今日。やってみようね、うん、よくでもさ周りの人してるよね。してる、趣味って言ってる人結構いる、ね、美味しそう。結構でっかいね。分厚いわね。いただきます。どうぞ。うまい。美味しい。めっちゃ美味しい。チョコてかすごい量。チョコガリガリで、へえ。コーヒーの匂いするから、甘くない。よかったね。うん、最近食べたパウンドケーキ一番うまいわ。あ、そう。パウンドケーキにはうるさいのに。うん。本当にうまいよ。いいね。じゃあここ今度ゆっくりしに来ようよ。うん、でも本当にさ、最近カフェ行くこと増えたんだよね。うん、カフェで作業とかさ、かっこつけてるなって思ってたんだけど、昔は。うん、けど集中できていい、すごい。どう？うまっ。超うまくない？超コーヒーの味じゃん。うん。おいしい。チョコがすごいでかくない？うん、ねえ、うまっ。楽しいな、今んとこカフェ巡り。じゃあ次、まだ食べ歩きだけど。あ、そうだね。新しいカメラ買ったから、うん、今日ちょっと楽しんでるね、それも。そう、ラテアートしてくれるとこあるかな。え、多分あるよ、ね、なんかめっちゃ調べたんだよ、行きたいところ、ね、その中にあった、ね、すごいな、みんなおしゃれだな。そうだね、僕が田舎に住んでる時はさ、うん、東京って全部がこういう場所なんだと思ってた。全然そんなことないでしょ、うん、全然違かった。キャンプできるようなとこもあるし。そうだね、知らなかったな。ここも並んでたか。ここいいね。アントースだってよ。アントラヤだってよ。あ、トラヤの洋館の、あれは見た。食べちゃう、食べちゃう。そういうんじゃないか。カフェ入んなきゃ、まず一旦ゆっくりしたいけど。そうだね。これ面白いね、散歩するのね。面白いね、来たことない、うん、ところは、ね、あれ、ところでカーが言いたかった店見当たんない。もう全然違うとこ来たよ、さっきと。なんか鉄板焼き屋さん見っけ。カフェだって今日は。え、すごい綺麗。何ここ、これうまそう。何する。肉にする。なんかおしゃれな人が出てきたから、こっちの店見とこ。ハンバーグ屋さん、めっちゃおしゃれな人出てきたよ今。じゃあここ行こう今度。僕さ、うん、カフェ巡りってやっぱ女の人がよくやるじゃん、うん、女性が。男があんまやりたがらない理由分かったわ今。何？足りない絶対的に。あー、値段と量的に。そうが見合わない。確かに。それだわ。だから最近僕一食別に少なくてもいいと思う派になったから、うん、だからあれだわ。できるよ。できるんだ。やりたいんだ。カフェのご飯ってさ、結局ちょっと高くてさ、うん、で量も少なめじゃん。少ないよね、うん、やっぱご飯食べた後に、うん、なんか飲むし、うんうん、ケーキも食べるからじゃない。そうだね、少ないのは、うん、場所代だよね、うん、そうだね、ってすごい思うようになった、うん。
過ごす時間帯、どうします？これが食べたいんだよね。超アボカド。あ、ロコモコ？こっちだよね。超アボカドトースト。いいね。美味しそう。乗りすぎでしょ。何個も。ね、これやってもらおうよ。これなんかカフェ巡りっぽくない？ね、ぽい。え、どれにするの？パフォは。何味かわかんないんだけど。ね、これいちご味？それとも？ホワイトビーツラテって書いてあるよ。これ抹茶だろうね。抹茶にする？かっこいいから僕ブラックラテにしようかな。何か聞いてみる？ブラック炭じゃない？炭、ゴマじゃない？ゴマか。ティラミス気になってたじゃん。あ、そういえばそうだった。ティラミスいっちゃう？いっちゃおうね。アボカドトーストとティラミスとホワイトグリーンティーラテ。はい、ホワイトグリーンティーラテが一つ。ブラックラテってどんな味ですか？結構甘くて、なんかイチゴミルクみたいな感じで、イチゴではないんですけど、ラズベリー使っているので、結構甘めな、はい、なんか、これがブラックティーラテ、こっちティラミス、アボカドトースト、うわー、グリーンティーラテみたいな感じだね、かわいい、本物です。はい、これできるようになってよかと。だからコーヒーメーカー壊れた。ラテアートがある飲み物って飲みづらいですよね。最初だけ崩さないように気をつけて飲んでました。で、味は甘党な人でも満足できると思う甘さですごい美味しかったです。ブラックティーラテの方は口が黒くなってずっとカホに笑われてました。ちっちゃいもやし。うわー、パリパリやばん。よいしょ。すごい、なんかクリームが入ってる、白い。本当だ。ジャム、ジャムみたいなの入ってる。ジャム。このアボカドトーストがすごい美味しくて一瞬で食べ終わっちゃいました。乗ってるアボカドがすごいクリーミーで、2人でどこから仕入れてるんだろうって話してました。中にマーマレードのジャムとクリームチーズが入ってて甘じょっぱ系ですごい美味しかったです。超美味しそう。何の顔苦いでしょ。ずっとボタンついてた。これも買ってから2ヶ月ぐらい経ってない。12月に買った。じゃあ1ヶ月は経ってずっとつけっぱなしだったの。こうやって今ついてたよく取れたねそれ。頑丈な紐じゃん。美味しかったね。美味しかった。初めてカフェ巡りうん、落ち着いた雰囲気のまま楽しい。ああ確かに。それがいい。テーマパークはね、ずっとイエーってそうそうそう、なんかした方がいいみたいな雰囲気あるけど、ああ楽しいねって感じでずっと入れる。うちら向いてるかもしれない、何食べてもいいなと思った、そうね、確かに。可愛い飲み物に、おしゃれなスイーツっていう印象があった、確かに確かに。カフェ巡りって言葉に、そうだね、全然そんなことないかも、ね、ケーキ食べなきゃいけない的なね。何食べて？ディーゼルだ。車？ん？何が？ディーゼルって車屋さんじゃなかった？違うだろう、どう考えても。じゃあそういう名前のあるよね。ディーゼルエンジンはあるね。え？違うよ。いや、あるってば。ディーゼルっていう名前の。違う、ディーゼルは軽油だよ。え？レギュラー、廃油。ディーゼル？うん。だからっておかしなこと言ってんだって、ずっと。どこ行く？どこ行こっか。なんか、次は、またもう一店舗は行こうって決めてあるんだよね。そうそう。腹を落ち着かせてから行きたいね。そう、次
とこでもまたご飯食べるつもりだ。そうだね、次しょっぱい系も食べたいな。あとトモヤ意外と身長差あるね。あるね、ほらすごいよ、頭1個分ぐらい。世代上下ギリギリじゃん。鼻持って走ってる人だ。結婚式ね。やめろ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 。なんで理由聞きたいんだよ。こうやって2人で歩いてる時さ、なんか避けるのむずいよね。ああ前から人来て、そうそうそう、狭い道でさ、相手がさ思った方に避けてくれないじゃん。うちらだいたいサイドに広がっちゃうよね。そう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 、真ん中に通しちゃう。向かいから来た。下手くそだよね、すごい。やだ、やられた時やだくない。やだ。でもやっちゃう。合わないんだよね、右左に避ける合わない方向がね。なんでだろうな。右利き左利きの違いとかは、ああ利き足の違いとかあるかもね、うんうん、難しいんだよな、すごい被っちゃう人と避ける方向。いやトモヤ本当に下手だよ。下手。止まるじゃんもうトモヤ途中。もう諦める。カホと一緒に歩いてる時はカホが動いてから避ける、同じ方向に。でもこれで悩んでる人多いと思うよ、僕。カップルでこう歩いててさ、あれだよね、手つないでると楽だよね。子供みたいな。それ用なんだ。どうする、あっち渡る。あ、渡る。やばいやばいやばい。すげえ。宝くじ買う？また。買わないよ。だってストレス溜まってたじゃんか。でも当たるよ。外れたらストレス溜まってる。ここ7000万出ましたって書いてある。本当だ。買っていい？いいよ、買わなくて。スクラッチはいい？いいって買わなくて。僕は年末ジャンボしか買わないから。そうや、年末ジャンボいっぱい買ってた。6000円分買った。だってそれだけ確率上がんだよ。そうだっけ、カホの2倍当たる確率あったんだよ。そうだね、だ2倍だよ。でも世間で見たらさ、なんて0.00%だったから、なんか地球に隕石が当たる確率ぐらい低いらしい。確か。アップルストア見てる？MacBook 買いたくなっちゃう。迷ってんだよね。Windows から Apple に切り替えるかどうか。じゃあ次は A2Z カフェっていうところに行きます。うん、お、バルミューダ屋さんだ。ね。行きたい。行ってみよう。うん。すぐ目的地変わっちゃう。見てみたい。バルミューダのさ、ストーブ可愛くなかった。あ、可愛い可愛い。本当にバルミューダ気まずい系だ。なんかアップルみたいな感じのとこ。アップル系だね。うん、絶対店員さんが一人ずつついてくれるやつ。じゃあ戻るか。もう一回見よう、もう一回この行く時に見よう。目合わないように気をつけ。そうしよう、下見て。サーキュレーター、あ、なんか加湿器みたいなのある。ここだね、 A to Z。 よし、じゃあ行こう。マイルズ、マイルズ楽しいね、今日。楽しいね。美味しいもん食べて過ごしてた。最高じゃん。デトックスウォーターにした方がいいじゃん。あ、紙コップ忘れたやん。あ、忘れた。ちょっとね、うちらがすごい好きなお部屋ですね。いいね。すごい豪華だよ、いろいろ副菜が、味噌汁もあって、ね、ご飯おかわりできるし。最高じゃん。最高じゃん。バジルトマト煮です。いただきます。味噌汁かと思ってたら生姜味のスープでした。これが本当に美味しくて一気飲みしちゃいました。三角に食べるといいよって教えてくれてます。トモヤが頼んだのはチキンカツヤンニョムマヨ。サクサクのカツに濃いソースが最高でした。トマト煮はバジルの香りが強くて美味しかったです。そこでおかわり。すごい、テラス、テラス席もあるらしくて、おお、気持ちいい。こりゃ気持ちいい。すごいね。ね、いや気持ちいい、これ。ね、いいね。最高だね。
今度ここも来てみたいね、うん、帰るよ帰るよ。担々麺が美味しそうだ楽しかった ね楽しかったね。またなんか違うところでも行ってみたいかも、うんうん、カフェ巡りといえばここみたいなとこあったら教えてください、うん、あ、教えてください。コメントで全然知らないからとりあえず表参道は良かった、うん、すごい楽しかったね。